不在票。これは、大学二年の時に友人に相談された話である。彼は、大学入学と同時に、一人暮らしを始めていた。 お金にそれほど余裕がなく、借りたのは、築40年ほどの古いアパートだった。しかし、生活に何ら支障はなかったらしく、この話を聞いた時期まで、彼から何か相談を受けたことはなかった。 彼が言うには数ヶ月前から郵便受けに前の住民が頼んだらしい荷物の不在表が入るようになったのだという決まって宛名は中島で差出人は吉田荷物は 枕や時計など様々で、最初は面倒で無視していたのだが、ある時、二日連続で入れられていた時に電話しようと思ったそうだ。ドライバー直通の電話番号は手書きで、どれも一桁足りないようで繋がらず、 運送会社へ電話した際には、受付番号で引っかからなかったのか。あちらではどうにもできないと言われてしまったらしい。結局、中島宛の荷物を自分の住所に届けないように、と言って電話を切ったそうだ。 しかし、次の土曜日、夜に部屋で晩ご飯を食べている途中、玄関の方で、ガコンという音が聞こえたので、ポストを見てみると、また、不在表が入っていたそうだ。 宛名は中島で差出人は吉田。荷物は線香。またか。と、運送会社に連絡をしようとダイヤルをしている途中でおかしいことに気づいたのだという。 普通、不在票は、受け手が留守にしているときに入れられる。しかし、それが入れられたときに、彼は家にいたのだ。外に出て、インターホンを確認しても、通常通り、動作したのだという。 不気味に思った彼はその不在票を捨てたまた何日かして彼が大学から帰るとポストに大量の不在票が入っていたそうだ不在票には配達された時間が書かれているのだが それによるとどうやら一時間前から彼が家に着く一分前まで一分ごとに一枚ずつ入れられていたということになるらしい。荷物はすべて線香だったそうだ。 ただ事とではないと思った友人は内側からガムテープでポストの口を塞いだ。その日の深夜、彼はコンコンコンと部屋のドアが乱暴に叩かれる音で目が覚めた。 電気をつけて恐る恐る近づいて誰だと尋ねても音は鳴りやまず怯えた彼はそのまま警察に電話をしたそうだ警察に電話をした時には事件ですか事故ですかと聞かれるのが普通らしいのだが この時最初に聞かれたのは、あなたの名前は何ですかだったらしい。それで何も答えずに電話を切った時には音が鳴り止んでおり、ドアを見るとポストに貼ったガムテープが剥がされて、 ポストに不在票が入っていたそうだ。ドアチェーンを閉めながら不在票を手に取ると、宛名が彼の名前、差出人が吉田で荷物が中島となっていたそうだ。 彼が相談を持ちかけてきたのがその翌日であったそうだ。彼はその不在表を私に見せてくれた。いつもかけていたらしいドライバー直通の電話番号はちゃんと書かれており、荷物以外は何の変哲もない。 不在表に見えた。しかし、なんとなくそれを裏返したとき、それに気づいていなかった友人と私は、ぎょっとした。裏側に、配達済み、と、ベタベタの赤いインクで、大きく、 書かれていた私は友人に引っ越しを勧めた後悔した買い物 突然だが、引っ越しをすることにした。今住んでいるワンルームには、もう十年以上住み続けているのだが、おかげで物が増えすぎて、足の踏み場もない。せめて、ご飯を食べる部屋と、寝る部屋は、別々にしたい。その欲求が高まって、 とうとう 2K の部屋へ引っ越すことになった引っ越しついでに家電と家具も買い替えたい引っ越し自体は友達数人に力を借りて自力で行うことにしたその前に必要な家電類は先に買って搬入する方が いいいということになり友達と買いに行くことにしたまずは家電量販店に行ってテレビだ狭い部屋では絶対無理だった大型液晶であるついでにブルーレイのレコーダーも買ってしまった 新しい AV 生活のスタートだ。次は冷蔵庫売り場。でかい。とにかくでかい。これまでの生活では、コンビニ弁当と外食ばかりで、冷蔵庫をほぼ使わない生活をしてきた自分にとっては、 一般家庭向けの冷蔵庫は巨大すぎる。使い切れない。かといって小型の冷蔵庫もそれほど安くない。迷っていると友達の一人が、じゃあうちにあるのを一個あげるよ。と言ってくれた。 友達の家は一軒家であり、二階に小型冷蔵庫があるものの、ほとんど使っていないということだったので、ありがたく頂戴することにした。次に洗濯機なのだが、これがまたべらぼうに高い。狭い部屋で、 部屋干しをして苦労した経験から、どうしても乾燥機付きにしたかったので、八万円から十万円は覚悟しなければいけない。うーん。と悩んでいると、友達の一人が、リサイクルショップを見に行かないか、と誘ってきた。 話によると、最近行ったリサイクルショップの品揃えがなかなか良くて、新品同様の家電もあったという。じゃあ、ということで、そのリサイクルショップを見に行った。見に行って、後悔した。 なぜなら、さっき量販店で、十三万円で買ったテレビと、ブルーレイのレコーダーが、ここで買えば、五万円くらいで買えたのである。冷蔵庫も安い。が、これはもう友達からもらうと約束したので、無視をした。 そして洗濯機。あの八万を下らなかった洗濯機が三万円でお釣りが来る。しかもキラキラステンレス製の斜めドラムである。かっこいい。汚れなんかほとんどない新品同様である。 いいじゃん、これで。その場で即決して、買い物は終了した。後日、買ったばかりの家電も設置し終え、友達と引っ越し作業もほぼ済ませた俺は、心ばかりの 感謝の印として、ビールと焼肉をたんまり買い込んで、みんなに振る舞ってやった。深夜まで楽しく飲み食いして、いつの間にかみんな、うとうとと雑魚寝していた。どれくらい経っただろう。 という音で、ふと、目が覚めた。みんな寝ているし、テレビも消えている。するとまた、トントンと、音がする。どうやら、洗面所の方だ。俺は、 疲れ切った体をようやく起こし、洗面所の方へ向かった。トン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 。俺はそれを見て、悲鳴を上げてしまった。その声を聞いて、友達も、 ぞろぞろ起きてきて。ふう,うわとみんなが叫びパニックとなった。俺たちが見たものは洗濯機に閉じ込められてガラスのドアをどんどんと叩く子どもの姿だった。 だが、次の瞬間には、ふっと、子供は消え、音もしなくなっていた。誰かが洗濯機のドアを開けて、中を見ようとしたので、俺は大声で、開けるなと、叫んでしまった。 とりあえずみんな、今見たのが、夢ではなかったことを確認しながら、一旦、リビングに戻った。やべえよ、あれはマジでやべえ。それぞれが口に出す。はあ、うん、あの洗濯機やべえな。 中で人が死んでんじゃねえか。子供が入って閉じ込められる事故があるって聞いたことがあるな。じゃあ、その例か。あのリサイクルショップ、どっから仕入れてんだやっぱ、事故を起こした家から引き取ったんじゃないか。そりゃ、 自分の子供が死んだ洗濯機で、また普通に洗濯なんかできないだろうしな。ちょっと待てよ。俺だってそんな洗濯機で洗濯なんかできないよ。どうするお寺にでも持っていくか。洗濯機をお寺にいや、どの道も使いたくないわ。 翌日俺たちは結局その洗濯機を元のリサイクルショップへ持っていくことにした店員が言う「返品返金はお断りしてるんですよ。でも買い取りということなら可能ですよ。いくらで買い取ってくれるんですか?」 そうですね。三千円でいかがでしょうか。なんとバカバカしい話だろう。三万円で買った洗濯機が、翌日、三千円になった。だが、どうすることもできず、結局、三千円で買い取ってもらうことになった。 はぁ、あ、こんなことってあるかよ。落ち込みながら店を出ようとする俺の耳に店員たちの信じられない言葉がかすかに聞こえてきた。あれ、その洗濯機また戻ってきたんですか何度目です いやいつも綺麗なまま戻ってくるから、まだすぐ売れんぞこりゃ。<laughs> それ以来、その店にはもう二度と行っていない。 双子坂これは冒険刑事、伊伊に住む M 子さんが高校3年生の夏に体験したお話。以下 M 子さんの語り。 その日、夏の蒸し暑い夜に眠気を遮られた私は、深夜、親の許しをもらって、コンビニへと自転車で出かけました。アイスや飲み物を購入した私は、普段通りなら来た道を引き返すのですが、ふと見たコンビニの先に、 長い下り坂があることに気がつき、自転車を押しながら、坂を覗いて見ることにしました。何度か通り過ぎたことはあるのですが、結構な勾配をした坂道。脇道には、古めかしい石に、双子坂と書かれています。 眺めだなあこの町は海に面した山合いの斜面にあり海側にある工場地帯の夜景が月夜に照らされた海面によく映えるんですこの坂下っても帰れそうだなあ 夜景を見ながら坂道を下っていくと気持ち良さそうと思い立った私はそのまま自転車に乗り坂道を下ることにしました風が気持ちいい蒸し暑い夜が一変し全身を 涼やかな風が包み込んできます。ペダルをこぐこともなくすごい勢いで突き進む自転車。最初は風を切る感覚が気持ちいいと思っていましたが、だんだんと勢いを増していくスピードに少し怖さを感じた私は、 思わずブレーキに手をかけましたしかしうそブレーキが反応しません慌てて何度もブレーキをかけますがやはり反応しません 足で止めようにもビニールサンダルのため少しでも路面に触れると弾かれてしまいます下った先は T の字の分かれ道になっていますどうしようそう思った時でした 突如背後から何かが迫ってきたかと思うと、ふっと私の横にスライドしてきたんです。わずかな月明かりや街灯に照らされたその何かは、女性が乗った自転車でした。 ですが次の瞬間。うー。前方から車の音が聞こえてきたんです。横道から車のライトが見えました。私は一瞬でパニックになり、気がつくと蛇行するように、 自転車を走らせていました。が突然、私に迫るようにして、先ほどの自転車が接近してきたのです。そしてなぜか、え、なんでブレーキが反応し、ふらついていた車体が、 正常に持ち直したのです。ですが、スピードは弱まっても、自転車はなかなか止まりません。車は今にも目の前に差し掛かっています。もうどうしようもないと、半ば諦めかけていた。 その時でした。真横を並走していた自転車が突然一気に私を追い越したんです。女性は追い越し際にこちらに振り返りなぜか笑っていました。 そしてそのまま道路に飛び出し、キーッつんざくような車のブレーキ音が夜空に響き渡り、続いて私の自転車も道路に飛び出したところで、ようやく止まってくれました。 呆然としながら横を向くと、軽トラの車内から驚愕の表情を浮かべたおじさんと目が合いました。照りつけるライトの光に顔をしかめていると、ガチャッだ、大丈夫かお嬢じゃん 車から降りてきたおじさんが慌てて私に駆け寄ってそう言いました <laughs> 大丈夫です <laughs> そうかよかった、まああ先に飛び出してきたあああんたによく似た子は そう。先ほど私より先に飛び出した女性がどこを見渡しても見当たりません。それどころか自転車さえ見当たりませんでした。おじさんも私も気んそうに顔を見合わせ、ただただ 呆然とするばかりでした。以上が私が体験したお話です。ですが、実はあの時、私はおじさんに伝えていないことが一つあるんです。あの時、私を追い越した際に、 こちらを振り返った女性の顔。あれは間違いなく、間違いなく私の顔だったんです。服も自転車も思い返せば私と瓜二つだったんです。後にこれは噂話で 聞いた話なんですが、大昔、仲のいい双子の姉妹が、ここで行方不明になったらしく、二人を忍んだ町の人たちが、この坂を、双子坂と呼ぶようになったとか。ちなみに私は、一人っ子ですけど。 はい。ということで、どうも皆さん、こんばんは、ごま団子です。今回も誰でもオカルト話を投稿、そして閲覧することができる、ホラーホリックスクール図書館より、怪、え、談、ー、話を3話読ませていただきましたうん。どのお話も本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただき、ありがとうございました。 ホラーホリックスクール図書館への URL はこの動画の概要欄に記載してあります。誰でもオカルト話を投稿、そして閲覧することができますので、よかったらぜひチェックしてみてください。 ということで本日もここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございましたこの動画が少しでも良かったら、えー、チャンネル登録そして高評価ぜひぜひよろしくお願いいたしますコメントも本当いつも皆さんに、えー、皆さんじゃない <laughs> いつも読ませていただいております本当に皆さんいつもありがとうございます そして、そして、えー、この動画の概要欄には先ほどのホラーホリークスクール図書館の URL とか、えー、僕が新規解説した Twitter の URL とか書いてあります。よかったらぜひチェックしてみてください。はい。ということで、えー、ではまた次の動画、もしくは生配信でお会いいたしましょう。ごま団子でした。おやすみなさい。